皆さん、こんにちは。1分レッスンにようこそ、バネーサです。今日も私と一緒に新しい表現を勉強しましょう。今日は、passer un savon という表現をご紹介します。passer un savon。Passer un savon. Passer un savon. 直訳すると、石鹸を通します。となります。頭の中を石鹸でゴシゴシ洗う感じ。ゴシ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 。どういう意味でしょうか？これは誰かをすごく叱るという意味です。頭の中を洗うと悪い考えがなくなりましたね。そう、道徳を教えるということですね。両親や上司が使う表現ですよ。Je vais lui passer un savon. Je vais passer un savon à mon employé. Tu as cassé le verre? Je vais te passer un savon. Je vais te passer un savon.わかりましたか？ Vous avez déjà passé un savon à quelqu'un? 皆さんは誰かをすごく叱ったことはありますか？それではまた次回のレッスンでお会いしましょう。ありがとう。